ょっと待ってください。なんかさ、めちゃくちゃさ、メイクがこよく見えるんですよ。現実世界で見たら全然そんなことないですよ、ほんまに。一旦前髪を巻きます。巻くっていうかです、巻くわけではないですけど、巻くっていうかは分からんですけど、なんかほんと今意味分からへんですよ。なんか前髪がね、今日は反抗期じゃない、全然三つ矢だって。ほら、もう一回でいい感じです。昨日は長い時間配信ありがとうございました、ね、楽しかったですね。365日、めっちゃ早かった、ほんまにね、早いですね、時間が経つのは。そう、ブログにも書いたので見てください。美味しかった、ケーキ食べましたよ昨日。そしたらめちゃくちゃ美味しかったです。なんかね、不思議な味がしてました。でもなんか不思議な味っていうのは、まず1層目のフルーツは桃やったやん。でも上には上に乗ってるのは何、ベリー系だったんですね。だから飲みは分けて食べたんですけど、めっちゃ美味しかったです。はい、めっちゃ本当。でなんかそのまずいとかいう系じゃなくて、2個一緒に食べた時になんかね、でもあ、フルーツっていう感じの味がします。フルーツやけど、そうですね、美味しかったです。でもまたケーキはやっぱいいんですよね。そう、ケーキはねやっぱりいいですよね。おはようございますおはよう。皆さん今日は何をするんですか。海は今日は、あ、そうやな、文字書いちょことかはどうしたかな、かな。美味しかったですよ、食べました、食べたけど、なんかほんまに普通にケーキ屋さんに売ってるさ、お誕生日、あみちゃんお誕生日おめでとうと書いてるやんが、あのお誕生日の時のケーキとかって、それのチョコレートの味がしましたよ。普通のチョコレートやった、めっちゃ美味しかったですね。皆さんも自分でチョコレートプレート作るのはいいかもしれない、結構良かったです、自分的に。はいそうです、明日配信見たらアミのどこかが変わってると思うので、楽しみにしていてください。まあ気づくか分からへんけど気づくか分からんですけどね。おはよう、今日は江戸に行ってきます。お、いってらっしゃい。手作りうちわ作りいいですね、ライブに向けてかな。今日も小読みに行く、お、いいな、アミも早く公園出たいんですよ、ほんま。なんか世代交代もロスなんですけど、もちろんそれ以前に公園ロスですよ、普通に。そう、ほんまにそうなんですよ。なのでほんま出たいですね。でもちょっと嬉しいこともありました。例えば嬉しいこと、まあ悲しいんですけど嬉しいでな、そ、悲しいけど嬉しい、まあ難しいんですけど悲しいけど嬉しいような感じだったので、待っててください。あ、公園出たいってはずっと言ってます、一応。そうですねおはよう、今日から仕事頑張って、今日も可愛すぎてやばちですか。ありがとうございます。やばっちやって、
今日は肥料が行ってきます。世代交代終わって休憩にある機会、悲しいです。わかります、ラミもです。それはそう、あ、やばい、待って、コメントが飛んだ。あ、待って、どこやっけ、どこや、待って、わからへん。あ、待って、戻りすぎてるわ。逆にあのコメント欄が一番下とかまで行ってるんかな。あのアミダンクラブだよとか、おはようがいっぱいだから、そう、なんかメイクが濃く見えますね。全然濃くないですよ。昨日行事が入ってありがとう。こちらこそ、見に来てくれてありがとうでした。ありがとう、とても楽しかったよね。楽しかったですね。はい、も楽しかったです。なかなか長時間配信はあんましいひんですよね。するってなってもそんなにしない。なんかイベントがあるとかそういう時しかなかなかやらないので、楽しかったですね、めちゃくちゃ。また何かできたらいいなと思います。まあ楽しみにしてください。またやるときはやるか分からんけど、よし、そうです、後でね。あ、網はね、言ったことあるんですけど、寝癖がやばいんですね。そうです、な、今年は神戸渡辺市ないんですかね。ないか、もうこの時期やったけどないからな。そうなんですよ、そうですね。このそれこそこのくらいの去年の季節ぐらいの時に神戸オータムフェスがあって、1週間毎日3時間まで配信できるっていう感じの制度があったんですけど、その時にB チームになって、亜美は若田とレイポンと一緒だったんですけど、そこで1日3時間も1週間もしたから、夏休み中だけ毎日配信続けようと思ってたんです。もともと平日が始まったら忙しいしなって思って、夏休みだけ配信しようと思ってたんですけど、気づいたら1年間配信してました。すごいよな、びっくりや。ほんま見に来てくださってありがとうございます。え、ほんまにびっくり。ちょっと時間経つのが早すぎてびっくりしてます、アミは。逆にそうですねおはよう、おはようございます。待って、え、またアミダンが応援に出るときに申し込んでください。お願いします。アミダン、おはよう。ヘイヘイの生誕外れました。あ、大変やんな、マナミ。マナミね、誕生日おめでとう。マナミンとはね、セレクションの時から仲良かったんですよ。実は言ったことあるかな、わからん、多分あると思う、一回ぐらいは。二次審査ぐらいの時に仲良くなりました。なんか部屋が一緒だったんですよ、待合室が。それで仲良くなったんですかね、確か。なんかここの量が多いから減らしたい。ちょっと伸びてきてるから仕方ないんですけど、もういいですね、これで。なんかちょっといつもの海の顔立ちが気になるけど、まあいいです、まあいいです。それでなんだろうな、なんか違う、まあいいや、もういいや、いいや、そんな気にしない、なんか大事。おはようおはよう。そう、コメントがめっちゃ戻りました。アミダンクラブでありがとうございます。
昨日過去最長記録、最長配信だったね。え、そうなんや、最長配信が。確かに3時間以上やってたんか。そうですね、5時間ぐらいやってたんじゃない、分からへんですけど。5時間は嘘か、全然嘘と思いますね。全然嘘です。多分7時から8時と7時から8時過ぎまでと10時半ぐらいから始めたかな。10時半から1時ぐらい、11、12、1、1、3時間、4時間、5時間ぐらいやな、やっぱ。じゃあ確かに最長や。時間あるとき家事場までやりましょうね。そうですね、お家でやないとできんので、あのタブレットで配信するってなると、なのでまたやりますそうね、ゆみちゃんの影響もあるのかなって。あ、365日の配信ですか。どうやろうな、365日は迎えて配信しようと思ってました。でもそう、寝癖がひどいって朝起きたらアキラ先生になってるのかなって。あ、このこっちの髪がこっちに行くとかですか。なってますね、日によるけど。今日はそれで言うとアキラ先生ではなかったな。今日はまだマシでした。今日は髪の毛がめっちゃ絡まってたですね。そう、めっちゃ絡まりやすい髪質をしてて、なんかね、そうなんですよ。おはようたん、おはようたん。そう、姉妹だと思われてたらしい。そうなんですよ、実はなんか思われてたらしいんですよなんかね、マナミンとちょっと顔が似てるみたいな言われてて、入った時な、今はあんま言われへんですけど。それでなんか生き別れの姉妹って旧気に思われてたらしいね。ちょっと複雑ですね。こんなオーディションで出会うってすごいけどそう、レッスン休んで、あのマミがバトンで休んでた時とかに教えてもらいました、マナミに。ほんま優しい。はいそうね、前髪が少し伸びてきたから、あのね、ちょっとダサい色の櫛使ってごめんなさいそう、おはよう、おはようございます。そうですね、朝からメイクバッチリだからお出かけとかって。いや違いますね、なんかね、普段と同じぐらいのメイクしかしないのに、なんか今日はめっちゃ濃ゆく見えますね。全然そんなことないです。こう生で見たら普通なんですよ、でもこっちで見たら濃ゆいんですよ。なんで分からんですね、やっぱおはよう。はい、ちゃんと最近会ってますね。ライブ期間があるから旧期とは意外に合います、めっちゃ。そう、さゆきちゃん、あ、なんかそう、リハーサル、ライブリハーサルの時ってもうずっとクーラーがついてるんですけど、あの踊る前はめっちゃ寒いねんけど、踊った後っていうのはもうほんまにみんな暑いから余計に暑くなるんです。空気もみんなの熱気で暑くなっちゃうんですけど、そう、それなんですけど、そういうのがあるんですけど、なんか自分が踊ってる時寒くなるんですけど、アミも、あの自分自身も寒いんですよ、自分、アミも。だけど寒いなって感じる割に、体を触ったらあったかいことが多いんですね、アミ。そうだからよく、ね、てんちゃんとさゆきちゃんと西馬ちゃんとかりょうちゃんとかレイニャとかがこう暖を取りに行きますさゆきちゃんがよくやりますね、レイニャとか。そう、かわいいですね。はい、
そうです。ナミダンは、髪型が似てたのかも。確かに。でもなんかね、顔が似てるって言われてましたね。そう、セレクション期間やから。でももう今はね、なんか2人とも入った時と顔がまあ結構変わったので、あんま似てないかもやけど。そうですね。何で憧れてるメンバーいますか？いや、石田ゆうみさんに憧れてます。はい、おはよう。ショールーム流しつぼぐとかなんかわかんないんですよね。でもね、なんか目がめっちゃ濃く見えますよね。ね、以前世代交代の時に隣の女の人が身長高かったからあやみちゃんママかと思ったけど違った。違ったって分かったんですね。すごい。あみたんは10期のお姉さんに浮気してないなんて。してないです。お姉さんは全然しゃべんないですね、あんまり。やっぱ同い年の子とか石山千尋ちゃんとかと喋ってます、喋るなら。はい、そうですね。うん、おはよう。ん、あ、そう、ダウンを取るんですよ。8日にあみたんが誕生日メールを受けた、嬉しかった、ありがとう。あ、そうですね、言ってましたね。おめでとうございます。おめでとう。おめでとう。涙ママは声でわかるからな、会ったことないけど。あ、声ママたんね。確かに声出たことあるっけな、ないっけな。あみたんママは声でわかる、え、あやみちゃんママじゃなくて。あやみちゃんのママはね、あやみママやったって言ってるわ。確かにな、あやみちゃんママはよくね出てるので。確かに。でもね、確かにな、確かに。カニです。コンサートのカウントダウン動画みたいな歌ってたね。あ、そう、いろんなところ切り取ってやってるので。アミはね、1日前かな、2日前からに出た。アミがこうアドレナリンちゃうわ、ないっけ、アドレの時にさやるみたいなさ、こういうやつあるやん。あの、あれアドレナリンの曲じゃないんですけど、そう、みんな多分そう思ってるやろ。あの曲は違います。はい、そう、それでなんていうんやっけ、おたげをやってる時があるやんか。そう、あれの時の動画に映ってるアーノンさんとイーナさんが可愛すぎて、あれめっちゃ何回も戻して見てますね。はい、ほんまにめっちゃ見てるんですよ、あれ、あそこばっかり。そう、昨日模型休憩の時ママさんの声漏れてたでやって。あら、聞こえましたか声。そうですね、でも確かに声はね、声でわかるかな。でも劇場行ってもしおっても声出さんもんな、あんまりこんにちはとか言わへんと思うので。そんな一人一人に、皆さんもね、なのでわからんかもな、案外。そう。あやみちゃんママ、あやみちゃんのママ背が高いんやろ。そうですね、そうですね、とか言っていいんかわからんですけど、まあ、アミのママよりは高いですね。そう、変換であって言ったらアミたん先に出てきて、ありがとうございます、嬉しい。いいよいいよ、皆さんあって言ったらアミたんって出てくるようにしといてください。おはようございます。おはよう。そうですね、そう、ん、あやみママは
身長声星わかるらしい。なんやろ星、なんやろ、ヨシミンのママとかもわかるんちゃう。確かにショールームやってるとね、あの家族の声が入ったりするのでね。ねえみちゃんはこの前ショールーム配信映ってもらってたで、見ました。みもそれこそ365日の時やったと思うんですけど、ね、何やったっけ、うどん作ってたんかな多分。その時にもうこれぐらいまで出てたと思います。そう、あとねダンス踊ってた時に、あ、めっちゃ見てたんですよ、あゆみちゃんの配信ずっと。そう、コメントは1回か2回ぐらいしかやってないんですけど、おめでとうって言っただけなんですけど、あのあみも365日の時何しようと思ってたから見てて、その時にあとね、あ、ダンス撮ってる時に鏡に反射っていうかな、映ってたね。10期生から先に挨拶される先輩ってどんな感じだなって、先に、あ、おはようございますって言って、おはようございますみたいな感じですね、みんな。そう、あ、でアミタンクラブで出てくるよ、それも嬉しい、ありがとうございます。鉄人のお母さん身長自分出て、そうなんや、確かに、身長言ってるんですね。でも、あ、でもあやつは9期からしますよ、結構10期生からしてくれる、してくださる時もあるけど、9期も負けずに結構9期から挨拶したりしますね。よしみママは声しか情報欲しないとかかな。確かに、あみのお母さんもちゃう、あんま映りはしひんですね。あんまってか、映あんま、あんま映ることないけどな、こっちに、こうあみのママは配信するときに一緒におるなら向かい側におるんで、こっちにはコーンですから、映ることはまあないですね。そう、ねえみちゃん途中休憩もあったけど一日中配信してなかった。そうやな、最後のやつだけ、最後の部だけあみこじりんさんの生誕祭で見てたので見れなかったんですけど、そう見てないんですけど、それ以外はちょっとずつやけど見ました。そう、別人のお母さんは金子くんより6センチ低い。金子さんって何センチあるんですか。170センチぐらいですか。え、180とかあるんですかね、6センチ低いって。あやみちゃんのお母さん結構高いですよ。浅岡さんは、や、痩せたら、あ、痩せたら、なるほどな、痩せたら普通に写ってもいいって言ってた。あ、顔を出す、顔出しってことですか。わあ、いいですね。アパターンは小声やった、あきら先生な、めっちゃ皆さん言ってましたね、昨日。あやみんママは Y より少し背が低いくらいらしい。じゃあ高いんですね、身長いいですね。昨日の配信でアミダンさんのことが好きになりました。あ、ん、さらにアミダンさんのことが好きになりました、ありがとう、嬉しいです。ありがとう。アミダンのママ何歳、な、聞かれるねんけどほんまごめんなさい、あんな年齢分かれんねん、年齢ってあんま分かんないですよね、年齢とか覚えないですよね。え、覚えないとあかんのですけど、ちょっと年齢は分からへんねん、ほんまに。誕生日覚えてるからいける。でも、はい、そうですね、あのね、数字覚えるの苦手、名前の方が得意です、あみ覚えんの。あのさ、自分のさ電話番号とか覚えれないんですよ。そう、危ない、覚えた方がいいんですか、そういうのって。
からんですけど覚えれないんですよ。そう、おはよう。金子くん176センチ、170センチかで、あやみちゃんのまま。あれそうなんですね、もっと高いと思ってた。なんかね、あやみちゃんがねもうちょっと高いって言ってた気がするそう、あ、今からキングダム見に行ってきます。いいですね。いってらっしゃい。あやみもね、この前あのねパパとねお兄ちゃんが行ってました、キングダム。あいも行きたかったんですけど、何やろ、何がいいね、公園かな、分かんないな、違うな、レッスン分からんですけど、なんか入ってたんです予定が。自分身長5フィート7インチ、フィートって何なんやろ、調べてみますね。まさかパパは諦めて、違いますよ、一般人M です、宮本の M そう、あやみちゃんまだまだ伸びそうだね。そうですね、あやみちゃんでも今も結構高いからな、157センチあるらしいですごいね、わかる、わら、親の年齢わかれ、そうですよね、わからんですよね。自分の身長何センチか忘れました確かに測らないと忘れますよね、わかりますよ。なみたお兄ちゃんと何歳差かは謎にシークレット、そうですね、シークレットですパパの姿映ってなかったけど、まさかあきら先生ちゃうよね、違いますよ、安心してください電話番号は覚えといた方が、てんてんてん、ほらやっぱり覚えた方がいいですよね。そうよな、ママが何歳の時に生まれたって覚えてないかも。あ、ってことは2000年に生まれたとかってことですか、何年に生まれたか覚えとけばいいってこと。なるほど、あ、何歳の時に産んだか覚えたらいいよ。あ、なるほどね、アビがそのママが何歳の時に生まれたってことですか、なるほど、なるほどです。あやみちゃんのガチ泣き配信は知らんですね、けどその時あみもちょっと配信しててな、あのコメント欄で聞いてました。あやみちゃんな、分かる、なんで泣いてたのかは知らんけど、あみの記憶にある限りはなんかあやみちゃんがメイクをしたんですけど、ママにメイクをなんか言われたみたいな、メイクについて言われて、でなんかやり直して泣いたら泣いてたみたいな来たけど、分からへんですね、ちょっとな、ちょっと分かんないです、それがガチ泣きか分かんないです、少し泣きだったりするかも。なので卵っち同じのしか成長しない、あのなんか卵っちの攻略っていうんですかが、食べ与えるご飯で成長が変わるので、一回卵っち、甘い卵っちご飯揚げ方みたいな感じで調べてみてください。そしたら多分いろ、このご飯の組み合わせをあげたらこの子に育つとかがあるんですよ。そうそうですね、でもほんまにマミずっと同じの育ててるんです、もう成長しいひんねん、なぜかほんまにそう、なんだっけ、何っちかも忘れたぐらい、もう5日間ぐらい同じの育ててます。もう飽きてきたから早く育ってほしいですけど。自分金子さんより身長低いけど3つ年上、あ、いいですね、金子さんと喋ったら話が合いそうですね。メイクを否定されてマジ泣きしてた、あ、それがマジ泣きなんやな、メイクが白すぎて注意されてまあまあ泣いた。あ、でもアミもね、よく言われました、ママに。なんか顔白すぎて、じゃあね、なんかな、別に何かをな顔に塗ってるわけじゃなくて、なんかアミの場合は日焼け止めを塗りすぎなんですよ。ほんで顔だけ真っ白になってて、なんかなんだっけ、
お好み焼きソースとかのさ顔になってる人なんて言うんっけ、いつも忘れちゃう。あれおたふく、おてもや、なんだっけ、忘れちゃったけど、まあなんかそういうキャラクターみたいなのがいるんですけどね。それそう、それそれみたいになってるからやめた方がいい。多分もう一回全部メイク取ったことありますよそうです。だからもう、え、今はそんな差ないですよね。あのね、光の具合で首が黒く見えるのはあるあるなんですけど、こう普通に見たら、普通に見ても白い時ってさめっちゃ白く感じるんですよ。これ見てわかるぐらいだけど、はい、大丈夫です。そうだな、アミと遊びに行く日やったら確か、そう、一緒に遊びに行った日やったな。確かに、はいおはよう。何やっけ、あ、おたふくがやっぱ、あ、おかめ、まあ、なんかそんな感じで、おかめかな、わかんないけどそう、そういう感じですね。そういう感じのキャラクターに見えるから撮ってって言われたことありますね。日焼け止めで白くなるのは親子喧嘩の始まりよ。そうやな、気をつけた方がいい、皆さんも。そう、気をつけてそうね、ママはね、アミによくまつげの、まつげの依頼をしてきます。もうちょっとまつげ上げた方がいいよって、あのメイクっていうよりも まつげめっちゃ言ってきますねそうなんです。でも最近ママにメイクしてほしいって言われます。おはよう おはようございます。ショールームすぐに YouTube にアップする人いるからガチな技術と残る。確かに残っちゃうな。いやでもガチ抜きは別にいいやん。まあよくないかもしれんけど、嫌か、嫌ですね。そう、嫌ですね。あくびしたように見えましたか。あの酸素を吸っただけですね。あくびでそうなった時は酸素を思いっきり吸うとまあまあ止まります、あくびが。それではちょっとそろそろね、今日の一夜ちゃんしもさんのお絵描きをしていきたいと思いますそう、何描けますか。プリクラの写真の目はそのまま星、そのまま星、おじさんは可愛いと思うのだけどやっぱり大きくした方がいいやって。プリクラの写真の目はそのまま星、星なんやろう、お任せでお願いします。お任せか。じゃあ何もしようかな。うーん、なんやろう、ちょっと待ってください。やばい、あくびしたら涙目になりました。うーん、何しよう何しよう。できたですね、描けました。今日描いたのはバトンをしているお馬さん
い、かけた。じゃーん。ドゥ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 。馬じゃないな、なんか。どう、馬、馬って書くの難しいですよね。トサカ、トカサを書いてみました。どうですか？ちょっと書いてみました。まあまあ馬に見えてきたけど、で紙書いたらまあそれっぽく見えるけど、そうね、うまい、ありがとう。オッケー、はい、チーズチーズチーズ、ありがとうございます。かわいいですね。オッケー、かわいいのでいいです。じゃあ壇上を読みたいと思いますね。はい、壇上を読みましょういきますよ。13位てっちゃん、ありがとうございます。12位ひろゆきさん、ありがとうございます。11位まぼさん、ありがとうございます。10位まさやかさん、ありがとうございます。9位野原しのすけのすけさん、ありがとうございます。8位まきまきちゃん、ありがとうございます。7位コスモライトさん、ありがとうございます。6位継続は力なりさん、ありがとうございます。5位ベリマヨさん、ありがとうございます。4位鉄メガネさん、ありがとうございます。3位日高浩二さん、ありがとうございます。2位カニさん、ありがとうございます。そして1位はブズズズズズズジュ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 ン、ちゃんしもさんでした。ありがとうございました。はい、じゃあ終わりたいと思います。あ、来年あたりにあみたいなこと好きになってそうで怖いなってると思って、いや来年と言わずもあと1ヶ月ぐらいで、まあ、好きになっちゃうんじゃないですかはい、じゃあね、ありがとうございました。じゃあ休日楽しんでください。休日また明日の配信で雨の変わったところを見つけてください。最後に雨を見てください。はい、ちゃんと見てくださいね。じゃ終わりたいと思います。ありがとうございました。またね、せーの、ちゃんしもさん、イエーイ。じゃあまた会いましょうバイバーイ。